で、心もたない状態で植えたローゼルは、やっぱ今のところは大丈夫ですね。ちょっと安心しちゃって油断したかなと思ったんですけど、ローゼルは割と草の中にいた方が育つ気がします。まあこの場所に限ってかもしれませんけど、本当に草に埋もれてた方が意外と育つんだなって、ちょっとやっぱりこの根元の周りは草を取ってマルチしてあげる必要があったんですけど、昨年は強かったです。で、意外と草の中にいる方が倒れなくて、綺麗な芽を実をね、つけましたので、今年もそんな感じです。あと1週間ぐらい雨が降らないのかな。その後降ってくれればありがたいですけど、まあ水もやらなくても結構頑張ってますね。ローゼルがすごい元気ですね。ここがやっぱこの手前の2列だけが草をね重ねてただけなんですよ。育ちが全然違う。あの苗の時点はだいたい一緒だったので、なのでここはまあもともと苗子も入ってないし堆肥も入ってないし、少し何年か前の肥料、有機肥料がちょっと入ってたんですけど、それでもそれを抜きたくて一度抜いてみて、それで草を重ねてたんですね。ただそしたらやっぱ草を重ねてたとこだけ大きくなってますね。でここが本当はもっと手入れしたいんですけど、ここがローゼルの花が咲いて、で進んだ先が、いやちょっと草を整理しないとこの可愛さは出ないんですけど、進んだ先がアーチのバタフライピーという、あ、これを味わいたいんですけど、バタフライピーまでなかなか行き着かないです。今年はみんな見えるようにして手入れがね行き届くようにしたんですけど、手入れの時間がありません。でここがあの有り合わせのものでアーチを作って網をね張ろうと思うんですけど、ちょっとバタフライピーのゲートみたいにしたいと思います。あ、これも取りたいんですけどね、新しい畑のゴミ取りがあるので、どちらを優先していいかわからないですね。でもバタフライピーは今年も綺麗です。こちら苗を育てたもので、ここにあるのは全部去年ね、種がいくつ落ちたかっていうくらい、それで出てきたのが、勝手に出てきたのが、耕してもいないですし、それでも出てきたのが10あるかないか、それでもよく出てきましたよね。おっとっとっと、あー手入れをしたい。今日は10月の24日かな。そうですね、1回ね、30度になった次の日にここの気温が15度かな、同じ時間帯で15度ぐらいになって、そうなるとあのバタフライピーが花が小さくなるんですよね。でも今日はまた暑い、今30度近くあるのかな、暑いのでまた大きい花が咲いてますね。
バタフライピーはようやく大きくなりましたね。庭のやつはもう花を咲かせるくらい大きくなってるんですけど、ここがこれですね。草の中で昨年意外に強いことがここの土地にね分かったので、かなり普通とは遅いペースで育ってますが、気にせずにそのまま様子見ました。一回ちょっとね、栄養のある方の土をここに載せようかなと思ったんですけど、ここの土地がもともと去年もあんま使ってないんですよね。草マルチしてたとこなので、様子を見てこのままただ植え付けただけです。多分大丈夫じゃないかなって感じはしますね。ああ、いい天気ですね。バタフライピーです。ちょっと息切れしててすいません。草刈りを今やってる途中の収穫に来ました。今年はバタフライピーは昨年よりも早く種まきをして早く植え付けをしましたが、何せ乾燥がすごかったですね。日照りが3週間ぐらい続いたかな。雨が降らなくて、で台風のその後の台風を含めた長い雨で成長してきたって感じですね。で、まあ去年と一緒で、去年の種を取ったものもあるし、購入したのもちょっと念のためにやってみたんですけど、どっちもちゃんと大きくなりましたね。昨年通り摘心も何もしてません。それでも森になってきました。網もゴミ箱から拾ってきたものを、農業ゴミからの網をつけてます。で昨年より、乾燥してたからだと思うんですけど、日照りが3週間ぐらい続いた時に肌荷が結構発生しました。でバタフライピーの奥は今ちょっと草で埋もれちゃったんですけど、また草整理しますけど、まだ今年あんまり育ってはいないんですけど、ローゼルです。なのでローゼルがもう少し大きくなって咲いてくれれば、こっから、バタフライピーのアーチの奥はローゼルのピンクとなる予定です。そしたらちょっと嬉しいです。苗を育ててこちらに定植した後、何一つ枯れることのないバタフライピーでしたね。あったかかったですからね、今年は。水やりだけはまあ最初は必要ですね、バタフライピーはね。あんまり乾燥しすぎると良くない。でもあとは大きくなってくればもうほとんど虫が湧く時もありましたけど、手入れはいらないでここまで来ました。花が咲いたのが7月頃かな、7月の最初ぐらいなので、7、8、9、10、4ヶ月まるまるお世話になりましたね。こんな感じでバタフライピーの季節がもう少しで終わろうとしてますね。まだまだ葉っぱは元気ですし、つぼみはありますけど、少しずつ勢いがなくなってくると思います。
事に倒れましたね。昨日こちらは本当に大嵐でぺたんこになるくらい倒れてますね。家の中にいても本当になんか風が吹き荒れるような日だったからな。いやー、よいしょ。あ、これは一人ではちょっと立て直せないな。ローゼルはなんとか、でも早く収穫しないとですね。あらららら、ほら、見事に。これはね、起こせないですね、重すぎて。